野崎チャンネル、ジョン。こんにちは。さあ、開幕して一巡しましたけども、はい、今日はセリーグ編、はい、総チェックでございます、うん、はい、どうですかセリーグはここまで。セリーグ、あれですね、序盤はやっぱりこうみんなが予想が高かった阪神ヤクルトが、うん、まあ上位1位って感じでしたけど、うん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 、ここに来て、うん、広島 DeNA が、そうだね、広島ね、うん、広島1位ですか、うん、まあまあ確かそう、なんかこういう感じ、うん、まあ想定内、うん、いや、この動画撮る前に絶対佐藤さんこうなるだろうなと思ってたんですよね。いやいや、まあ想定内、うん、まあまあ一巡終わって想定内ってとこですね。まあまあそうだね、だからカープはもう交流戦次第だから、うん、交流戦終わるまでは安心できないけども、はい、今こういうチーム状況の中、うん、こういうふうな戦いしてるの、うん、うん、まあ想定内だね、うん、何の不思議も、うん、何の不思議もないね。そうですね、でもあれですよ、あのセリーグまだだから離れてないんですよね、上から下のそんなに、全然なんですよ、まあ、離れてないとかじゃなくてね、うん、だってまあ離れてますけどね、一番下のチームはね借金5だから、うん、あのまあ、5、6がちょっと5、6がちょっと下がってるね、出ますね、うん、まあ、カープ、うん、まあ知ってたけどね、うん、強さはそうですね、うん、何予想でしたっけカープ、あのそういうとこ、まあ、あくまで予想ですか。そうそう、予想だから、うん、あくまで予想ですけど、うん、最下位予想間違えたじゃん逆にこれでいや、わかんない、わかんない、まださ、どうなるかわかんない、ね、一巡だからまださ、うん、いやいや、まあ一巡でも強さ見せてるね、圧倒的ですよ、うん、本当に、まだ、結構打ってますよね、うん、知ってた、知ってました、うん、あのデビッドソンが打つのはもうキャンプ見て知ってたけどね、うん、あの打率がちょっとこんなに低いのはちょっと思わなかったけど、うん、だってチーム打率2割3分6厘、3位、あの3位か、うん、あチーム打率一番いいの DeNA なんだ、そう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 、うん、取ってもらう、うん、で防御率 2.50、うん、2QM も 2.08、2、まあ、盤石だね、安定感あるね、うん、そうですね、安定感です、まあ、投打ともに安定的ですね、そう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 、うん、完璧よ、代打成功率なんと驚異の2割9分2厘だからね、すごいい感じ、代打も代打 DeNA なんてもっといいよ、4割7厘だから代打成功率、代打成功率すごい、尋常尋常じゃない、でもこれはもう巨人最下位だよ、まあでも俺は5位予想だから、いや俺の順位予想は広島ヤクルト、うん、阪神、うん、DeNA 巨人中日だったから、うん、巨人中日が5位6位はもうまあ想定内、はい、でもパリーグの中は楽天がちょっと未来暗いと俺は思ってたけど、うん、はい、セリーグは巨人のちょっと未来が暗いな、もう明るさが全く見えへんな、うん、若い生きのいいやつほぼおらへん、うん、唯一生きのいいの一人いるよ、はい、お声一番にね、うん、いい感じでホームランも4年ぶりか、うん、なんかに打って、うん、もう2本打ってるからね、3割5分くらいあるんじゃないですか、そう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 、今超勢い乗っててね、うん、ジャイアンツなのに生き生きしてる、うん、ジャイアンツどっちかっていうとなんかいろいろ規則で狂いそうなのに、はい、すごい生き生きしてる、本当そうですね、うん、だ移籍してあれで本当にチャンス掴んでよかったですよね、うん、でもサード岡本でしょ、うん、ショート坂本がピリッとしないでしょ、うん、はい、でセカンド吉川もピリッとせえへんやろ、うん、ファースト中田が頑張ってるね、はい、で外野がブリンソン、うん、ブリンソン、うん、でウォーカーね、うん、で丸もピリッとせえへんし、うん、両声頑張ってて、うん、全体的にピリッとせえへんよなジャイアンツ、うん、打率が2割3分2厘、でもここはまあね3位、ホームラン13本は1位で防御率 3.35 は最下位、うん、でやっぱり投手がさらにっていうとこですか、だってもうやっぱ外国投稿オンリーだもんな、まあ、あのビーディーも悪くないと思うよ、うん、あのストライクも取れるし、うん、打たして取るっていうところでは、はい、あの安定したピッチングできるから、うん、自分からも崩れていきそうにないし打たれるっていうところはあってもね、うん、はい、でグリフィンもいい感じのピッチングもできてるけども、うん、そっから続くのがおらへんよな、メンデスも先発でしたよね、うん、だってもう外国人3枚先発ローテーションって見たことないよ、うん、そうですね、で赤星横川とか、はい、でリリーフもまた大勢まで持っていくまでに、うん、ね、なかなかまあ苦労してるっていうところもあって、うん、いやちょっと未来に向けても光が見えへんな、でもこう世代交代したくなって若い選手はすごく多いじゃないですか、横川投手もそうだし、うん、赤星投手もでも本当の世代交代っていうのは、うん、いるやつを倒してきたのは世代交代なんだけど、いないから来てるだけだから、結局は強さがないのよ、あ誰かを乗り越えて、うん、じゃあ岡本だったら、うん、まあ、村田を乗り越えてとか、はい、そのいい感じで世代交代してガンがないのよ、うん、いない、だから去年も先発が8人勝ったとか、はい、先発じゃないピッチャー、あ新しい、ね、新しい初勝利8人勝ったって、うん、おらへんすぎんだよね、確かにそうですね、ちょっと
史上初の2年連続 B クラスあるだ、ジャイアンツ。っていうかちょっと来年以降に向けても、うん、だってもう坂本とか丸とか菅野とかは、うん、我々も全員そうだけど、うん、年齢とともにちょっとずつ落ちていくじゃんね。でもちょっと門脇選手出てきたりってのありますよね。いやでもそのちょこまかするやつはいっぱいいんだけど、うん、ガーンって角がいないから。門脇が角になるかっていうと角にならへんやんな、うん、まあ、確かに周りを、うん、をこう支える役目のところだから、うん、で言えば去年とか一昨年の牧選手が出てきたとか、そういうところですよね、うんうん、苦しいなジャイアンツは。リリーフでもこう若い投手がね頑張ったりはしてますけどね。それぐらいいないんですよ。いない、ね、白木投手とか田中っていう、ね、とか船場様とか、うん、いないから来てるから、うん、そこをだからがっちり方程式がいますと、うん、でその若い選手たちが 5,6 回ですはいいのよ、うん、もういないからもうここどこ入っていくのみたいな、うん、自転車操業感がなかなかちょっとこの苦しいね。大勢投手までがっていうところですね、うん、これ大勢です。もう怪我したら大変だったんですよ、うん、ほんとね、うんうん、全然あるからね、うん、でドラゴンズ、はい、ちょっと大野の離脱痛いね。痛いですね。あと亡命ね、はい、ロドリゲスうん、まあでも勝つのがリリーフになって、はい、あの先発で全く勝たれへんかったのに、うん、リリーフだとすぐ勝つみたいなね、はい、うんうん、あと外国人3人並べるのは良くないな、うん、あれはもうどう見ても。あ、そうですか、うん、アキーノ・ビシエド、うん、とかアルモンテとか、うん、あのカリステとか並べるのは、うん、でもまあ石川がね帰ってきて4番入れて、うん、なんか結構打線の周りが良くなってんだよね、うん、結局ルイン でも海水とかいなかったから、うんね、そう小林も3番入れて、うんうん、秋井の2番に入れて、うんうん、この辺立たせたいなって期待してるんですよ、うん、それすごい中日ファンだ。僕上位に入れてます。4位で予想してる。あ、何4位上位ちゃうなんけ。大ジャンプじゃないですか4位でしたでも高橋朗と小笠原で柳、ちょっと柳がまだ若干ピッとせえへんな、うん、球ちょっと高いな。いやでも何気に本当に涌井投手が入ってくださったから、うん、中日の投手陣にとってはめちゃくちゃでかいです。いや確かに、はい、なんか今まで中日って先発8枚いるとか言われてたけど、うん、だから涌井投手いるのかなって一生思ったけど、今はいることがすごい大事ですね。大野がな離脱、うん、本当そうしちゃったからね。ちょ夏ぐらいか帰ってくるの早くてもね、うん、でもまあ小笠原投手も最初から140球150球ぐらい投げてて、すごい気合いでしたね。ピッチャーで意識がいいですよね。うん、でもやっぱ今年ちゃうな。でもまあここら辺はまあ俺の中ではまあまあだからこう日本ハムに似てるんだよ中日は。ああ若い選手が多いし。そう、うん、このなんかこう未来楽しそうじゃん、うん、でも大島が元気なうちに頑張んないと大島いなくなったらまたそこ減るからね、ルイ出てくれる人がね、そういったところではまあ悪いけどもちょっと今年はちゃうんちゃうかなって俺は思ってんだよね。確かに未来すごい明るい選手多いですね、うん、岡林選手、うん、石川昂弥選手、リューク選手いてね、うんうん、まあ、今後村松選手、田中美希也選手出てくるかもしれないし、あとちょっとリリーフ陣がね、うん、どうなっていくのかがやっぱロドリゲスいなくなったことによってのちょっと不安要素ある、うん、ちょっと あと細川誠也選手頑張ってますよ。おー頑張ってる、うん、現役ね、うん、ドラフトでね、いい感じで、ああいうの嬉しいですよね。現役守備もうちょっと頑張らなかったさ、ちょっとだってもともとファーストちゃうねんから、もうね、あのサードゴロの速球エラーはないあれしてしまうと思っちゃう、まあ、ガクってくるんですよね。でビシエド守備そこそこうまかったもんな、まあ、でも現役ドラフトっていうのが良かったなってね、うん、小越選手とか砂田投手頑張ってほしいです、うん、あ、そうだね、今ドラゴンズの中継ぎ世代は砂田君しかいない、うん、まあ、左がいないからね。そうなんです、もともとリリーフがね、うん、はい、岡田君も怪我しちゃったし、うん、橋本もパッとしないしね。そうなんです、うん、だからまあ補強するとしたらそこやな、うん、でもヤクルト今4位、前半調子良かったのにな、うん、まあ、このカーブ3連敗痛いね一番。あ、そっか、それでか、うん、ちょリリーフがね、うん、ずっと調子良かったけど、うん、ちょっと打たれ出してきてるっていうのもあって、はい、そう最初1位でしたもんね、ずっとね。で吉村がね、うん、いいピッチングしてるのに勝てないっていうね、はい、隅田かっていうね、うん、去年のね、うん、でもまああと山田哲人がいなくなったのも痛いよね、本当にそう、何気にね、しかも良かったからね、うん、あの走塁もやってこうまたトリプルスリー行くんちゃうかっていうぐらいの良かった時に山田哲人がね、で塩見もいないしね、でも塩見がいないところ浜田とかね、内山とか頑張ってたけども、やっぱこの山田がいなくなってから落ちてきたっていうところで、ちょっと打率はダントツ一番低いですよ。そう元々低かったんだよね、開幕してからもずっと。それからピッチャーが頑張ってるっていうところもあったけども、そのピッチャーが粘り出せなくなったところでね、まあちょっと我慢だねこれね。1割8分5厘、山田テストいつ帰ってくるのかにもよるよ。いやだいぶ大事ですね。で DeNA 平かな、はい、あれもやっぱ戻ってきたのが、まっすぐうなってるよな。
すごくない？で、うん、東も頑張ってるしね、怪我から復帰組頑張ってるよ、うん、ちょっと浜口ビリッとしないけど、今永がまあもうちょっと下帰ってくるのと、うん、バウアーっていうところと、まあ、リリーフはいいね、感じ的にね、うん、であの新外国人もいいから、はい、厚みどんどん増していくよ ね、 リリーフは。バウアー投手楽しみだな、投げそうですね、うん、そうそうそう、早めにね、うん、5月ゴールデンウィークぐらいに投げんじゃん、はい、いい感じでいったらね、あのファームで投げてる映像、うん、なんかちょっとロマンありましたよ、うん、間違いないですよ、うん、だと関根も頑張ってるしね、そういい感じでね、で牧がちょっと上がってきたからね、はい、感じで宮崎がずっと打つし、ね、で佐野でしょ、うん、でなんか気づいたら、うん、ショートに林ってね、うん、もう森も京田でも大和でもなく林っていう、ね、誰か言ってましたよね、林拓磨くんね、はい、言ってた、なんかすごいいいのがいいです、そうなの、へえ、まあ桑原って言ってね、うん、こんなんまか頑張ってるよね、この新しい戦力がね、本当そうですね、ピッチャーも含めて、何気に忘れたかな、京田選手伸び伸び3割打ってんだよね今、はい、ええ顔してますよ、ええ顔してんの、伸、うん、び伸び野球、あ、本当は3割だね今ね、京田選手、しかもだってチーム打率を2割5 2割7分1位だからね、 DeNA、うん、はい、1位だもん、ダントツ1位よ、うん、で戸柱選手は3割8分8分5厘えぐいよな、えぐいですよ、うん、勝てよお前、みんなソフトバンクで全然試合出えへんやん、うん、いやもともとさ打率が高いチームというかみんな3割打つ人多いけど、うんうんうん、今すごいですね、だからもう DeNA はもう先発だね、先発が、うん、ガゼルマンは俺ちょっとまだ信用できんねんな、うん、確かに、だからまあ先発が踏ん張れば、うん、いけるね、いい感じはできてるけども、はい、うん、まあ、だからバウアーと今永が、うん、あと大貫もね、あ、そうだね、うん、そうだね、あれなんか DeNA いいな、うん、いいです、そうそう、いい感じできてる、あとね、うん、もっといい情報あるんですよ、はい、オースティンが帰ってくるらしいですよ、うん、オースティン帰ってきたら、らしい、らしい、まあ、どんなんらしいだったら何でもいいと思って大間違いだぞ、そしたら関根がレフト行って、はい、佐野がファーストだね、うん、でも一番何気に心配してるのは、はい、阪神、そうなんです、湯浅ハマチおらんくなったから、うん、どうするちょっと湯浅投手いなくなった時に私大丈夫かなって、ね、えがくない、しかもなんか阪神の話題やっと来たかみたいな、はい、自信満々のやついんねん、はい、なんかいや顔よ見えてないけど今ちょっと顔真似しましょうかひょっとこみたいになってたぞ今お前だからサードサトデルサードに、うん、固定すると打てなくなるって言ってたやつがいて、はい、で打てなくなってるやんちょっと言ってんねんあいつが、はい、なんかすごい生きてますねあかなり生きてるよ、うん、でもあれやで珍しいでずっと3年間同じ配球され続けるんだここに早くに落とすみたいなずーっとあの外国人並みにずっと一緒の配球されてるんだよ、はい、でそれが打てる時っていうのは全員がそこ投げれるわけないからちょっと甘くなった時にそれを仕留めてたからそこそこホームランも打ってたし結果残ってたんだけどももうちょっと甘くなったとこもミスショットするのよ、それが今こう落ちてきてる、しかもそこもう意地になって多少ボールでも強引に振りに行くからそれもちょっとマイナスの面なんだよね、でもノイジー打ってるじゃん、ノイジーノイジー、うん、そうなんですよね、ノイジー打つといいんですよ、ノイジー、でもちょっと後ろがな、どうすんの、岩崎、そうなんです、ね、ケラー、あの子、石井ね、あ、石井、うん、苦しいっす、ちょっと苦しいよな、いタイガース、このちょっと打線の方もだし、角の、活躍確定ぐらいの角の人が抜けていってるからね、ちょっと痛いよな、そうなんですね、ちょっと危ないよね、私優勝予想してるから、しかもだからこれ出てるのがこれが多分水曜日なんだけど、はい、出るのが、うん、この火水木が、はい、今首位広島との勝負なんだよ、はい、3連戦うわ大事だ、ここ今大事だから、うん、こう2連勝できてたらね、うん、いい感じだけどね、ここで3連敗はしちゃダメだね、うん、そうですね、サトテル目覚めてほしいな、うん、チーム打率2割2分2厘、うん、ワースト2、ホームラン5本、もうワースト2、うん、でも得点圏打率2割5分3厘で2位だから高いよ、だからチャンスはものにしてんだよ、だからチャンスが少ないのかな、うん、ってことなのかな、うん、まあ、チーム内でやっぱノイズ選手代打成功率が0割9分1厘、うん、だから原口機能してないね、あ、うん、で防御率 3.09、うん、4位、先発防御率 3.67 はワースト2、やっぱ先発やな、でもホームランとか打たれてないんだけどね、うん、大竹投手良かったですね、あ、そうそうそう、ね、うん、亀武さんね、うん、でクオリティースタート率も 69.23 だから、うん、しっかりねクオリティースタートはできてるんだけどね、うん、援護点 3.113 位だから、まあまあまあここまではまあいい感じでできてるけど、はい、抜けた穴がどうなるのかがちょっとね、いや、そうなんで、こっから響いてきそうなんですよね、心配だね、で噂投
週カープ1っす、はい、1っす、はい、いやそうですね、うん、まあやっぱ大瀬良、九里、ここら辺がやっぱ昨年と同じようにはいかへんっていうところとね、うんまあ、リリーフも松本、ターリー、栗林とかね、あと打つのがえぐいもん、まあ、ノーマン出たり出なかったんだけど、西川、秋山がえぐいもん、でデイビッドソン打率低いけどホームラン打って、マクブルームはきちんきせいフライ、で菊池が頑張って、小園がダメかと思ったら田中康介満塁ホームラン打って、で坂倉でしょ、はい、いやー分からんかな、ハマってますね、でもあの交流戦あるから交流戦終わるまではもう安心できんねん、はい、でも、いい戦いは確実にしてるね、秋山も絶叫、はい、でも秋山もこのままずっといかないけど落ちてくるからね、落ちてきた時に他の選手がカバーできるかで、だからセ・リーグは一番安心感あるのは DeNA かも、そうですね、この6球団のうちにそんな、まあ宮崎とかめっちゃ打ってるけど、なんかバランスいいね、全体的に、そうだ両方いい、若干広島はキュイーってるから、そのまま行き続かないから、まだ落ちた時にどういう戦いするのかっていうところがもう一回見なきゃいけないのと、広島って毎年交流戦良くないんでしたっけ、そうそう、 あと最近は交流戦の時にコロナで、全員いなくなるんで、ほぼそういう影響があったんですよね、そういう影響もあるんですね、あとはしっかりスコアラーを置いて戦わなきゃいけないんちゃうかって俺は思うんだけども、まあ、だからちょっと弱い広島はね、はい、で阪神はやっぱそのね、浜地湯浅いなくなったりとかちょっと怪我人も多くなるのと、不調の選手がちょっと不調すぎるっていうところが、まあ、今2位にいるけどもちょっと心配、巨人はもう大心配、どうなんだろうどうなんだろうっていう、さすがに原マジックもさすがにね、馬叩いても走らんかったらきついやん、そうですね、アーリーの効果はオコエにしか出ないのかみたいなね、もあるしね、安定的な選手も少ないですからね、ちょっとこのね、波も激しいしね、袴田さん言うように安定感もちょっとないと、はい、でドラゴンズはちょっと石川4番になってからちょっとね、最初のうちは2点しか取れませんみたいな、はい、これサッカーの試合ですかみたいな、はい、点数だったけど、はい、これ石川4番になって、もうちょっとこう来てるからね、これちょっとこの交流戦をあのゴールデンウィーク終わったぐらいからまたチェックするけども、はい、チームはね、ちょっといいなんか傾向もあるよね、でヤクルトはちょっと山田哲人と塩見がいないところがね、ちょっとここどこまで踏ん張れるかだね、交流戦まででドドドってくるとね、ちょっと怪しくなるしね、そうですね、だからそう考えると DeNA だけは不安感がないのよ、すごいすそうですね、本当そうだな、今、現状3位だけども、じゃあ不安感ないっていうところと、他の2位か、他のチームはちょっと不安感満載っていう、今2位ですよね、2位ですよ、2位、ちょっと不安感満載っていう、ね、ところがあるから、ちょっとまだ分かんないね、セ・リーグはそうです、ね、この、ま、絶対的に飛び抜けるようなチームもないし、ここで踏ん張らないと落ちちゃうよっていうチームもあるけども、私まだ差もそんなに開いてないので、この3連戦でまたガッと動くかもしれないし、分かんないですね、そうだね、でもちょっと DeNA の戦い、DeNA と広島の戦いに注目やな、そうですね、ちょっと楽しみですね、あとは阪神とヤクルトか、ちょっと怪我人も出てて、こう踏ん張れるのかどうかが注目だね、はい、あと巨人どうするんだっていうね、あと石川の覚醒あんのかっていう中日はね、はい、まあでもちょっと見どころ満載だね、楽しみですね、ここはちょっと楽しみにね、今週も楽しみですね、まあでもまあね、現状言えることは、はい、まあ、俺は見る目あるっていうことです、まあ現状ね、っていうらしいよっていう、佐々木見る目あるらしいよ